ようやく見つけたぞ。父ちゃんの後ろに下がれ、早く。奴ら、あの男の仲間。白眼。先に掃除をしますか。そうだな。しまうんですか。こうなっては試験どころじゃないね。風影様、早く逃げる。父上、元気。お前の叶う相手ではない。はい、父上。何、娘に手を出すな。さらに角を短くしてやる。この力を使ってしまったら、僕はもうここにはいられない。まあでも君のためなら。そうするわけにはいかない。危険な力。すごい。我らの技術にない力。手は得意でも奇襲されるのはそうではない。くれますね。共に小ず、好き放題やりやがって。吸い取られた。ナルト、こいつらだ。城絶まで作って備えていた奴らか。まあ、気はチャクラの海、クラマのことだ。目的は何だ。お前だ。お前から回収すれば真珠を植え直せる。真珠だと。そうだ、大筒木かぐやの力の源だった。その神話を蘇らせてどうするつもりだ。集めたチャクラから炭を錬成するの。薬のようなものか。理解が早いな。さえあれば即座に手間なくができる。要するに何か。んなもん道具や力じゃねえ。本物の力ではない。とほざくか。俺の使った術まで往復して打ち返せるのだ。ホルト、ことお前の好きにはさせねえ。父ちゃんにこんな力が。そりゃそうだ。俺のチャクラも使え。お前がでもつかな。脱いだものだ。終わりだ。子供たちを頼む。わかった。父ちゃん。よしやるぞクラマ。なまってねえだろうな。バカい。父ちゃん、なんで撃たねえんだよ。ナルトがその子。ただし、あたり一体ごとだよな。みんなを守るために。七代目様だな。もう十分です。おにぎり。気がついた。父ちゃん、なんで撃たねえんだ。なればこんな弾など吹き飛ばせる。ただし、あたり一体ごとだがな。守るために。父ちゃん。父ちゃんは。ママ。ひまわり。お兄ちゃん。ボルト。それより母ちゃんは。奴らに立ち向かっていったの。倒れたナルトを連れて行こうとした。埋めようとして。Ha ha ha!
それで父ちゃん、ナルトは自分のすべきことだって。ボルト、失敗しましたよ。俺は大丈夫だよ。この人たちは、ああ、最後の爆発に、ま、これくらいで済んだのが奇跡だぜ。ボルト、俺を認めさせてやるから。地下台には負けんなよ。結果よ、見てっからな。父ちゃん、見てたかよ、俺の大。どういうことだこれは。父ちゃんに認められたくて真逆になっちまった。お前は忍者失格だ。その通りだってばさ。ママ、ナルト君は。案ずることはない。後のことは俺に任せろ。こんなところにあったんだ。そのみんなのためにずっと頑張って。じゃあ俺たちは里の実を放っておいていいのかよ。ボルト、父ちゃんがガキの頃は、ほかげのじいちゃんはこの世にもういなかったっていう知らずに済んだんだよな。だから平気なんだよ。ボルト、机の上で偉そうにしてるだけじゃねえか。でもいいじゃねえかよ。くそ。ナルトはいつも口癖のように自分のすべきことだって。俺の、その通りだな。サスケさんも取り上げられ、今や忍びですらない。親も失ったのような状況だ。お前が知るべきは今のナルトなんじゃないのか。父ちゃんはどうしてきたの。そう、本人に聞くんだな。父ちゃん生きてるの。あいつのチャクラを感じる。とも死んじゃいないってことだ。ならよ、脱がせろよ。一筋縄じゃいかねえな。ではならんだ。凄まじいスピードと力で攻撃。桃式というものは吸収するだけでなく打ち返してきたに跳ね返ってくることになる。ナルトはどこだ。巻物に記されていたリンネガンで読み取って。何をしているボルト。連れて行く気なのか。おいおい、しててもらった方が。決して冗談ではない。俺の弟子だ。連れて行く意味がある。俺たちの何人かが倒れたり、その時はお前がやるんだ。お前は本当は強い忍びだ。なれるさ。ナルトよりうすらトンカチだ。それって負けず嫌いってことだ。行くよ俺。よし。サスケさん、かつて俺、お前の父親がそれをお前にやる。なるほど、見つけとあれば連れて行くしかない。さあ行くぞ。私も。サラダ、いつものはお前しかいない。ここを守るんだ。パパも気をつけてね。もちろんだ。こっちは任せてね。こいつを通って奴らの元へ。ボルト、母ちゃん。ボルト、行くぞ。サラダ、近ない。父ちゃん、台所でその餌になる。なんとバカでかいチャクラ。時間のかかる。行かねえんだってばよ。俺ら忍者ってのを手に入れてきたわけじゃねえんだ。奪われてたまるかよ。訓練を積むことでしか力を得られぬ。いとも容易に力を得ることができるのだ。使わずに忍術を、しかも他人の術。グニングと一緒ってわけか。せいなんだよな。ちゃんと向き合ってくれてた。こんな状況にはなってねえってばさ。だから科学ニングに頼ってないして認めよう。あいつは何をぶつぶつと言って。お前の白眼だよ。何かの修行を積まないと発言しないもん。本当に天才じゃん。修行が必要なはずだ。
じゃあ俺が嘘ついてるって言いたいのかよ。少なくとも根拠は必要。要は俺のこと信用して。本当に俺はこれじゃよ。行くぞ。あのクロマントのリンネガンか。逃げおけると思うなよ。どうしてここに。いろいろあってな、忍者になったってことさ。影分身を見てるみてえだ。見ててくれたんだ。すまなかった。お前のことを見ようとし、俺もガキの頃はいたずらばっかしてたってのによ。いたずら？俺も顔弱に。よし、みんなを守るために。里のみんなを守るためって言ってたし。まっすぐ。自分の言葉は曲げねえ。人道だからな。行くってばよ。しどり。ちぎり刀法。解析風の術。ベイ。もう一人の方を。触れたってばよ。忍術はダメだってばさ。そしてそれを放出できる。いや、それらの耗品だ。同じ仕組みだな。仲間はすでにあの様だ。観念するんだな。私のチャクラも食らう時が来た。ためらわれるな。当然だ。別物ってわけか。いや、父ちゃん。一丁。スサノオの力を貸せ。この可能性は。ちょっとみてえだな。片付け。ちゃんとカメラに収めろよ。バカよせ。片付けろっちゃん。くそったれ。吸収したのか。影縛り。ナルト。チクショー。ちゃんと選べえな、こりゃ。クソ。どうしたら。お前の人道は何だ。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。信じてくれた師匠。信じるんだ。今だ、ボルト。螺旋が。
あいついつの間に、なんだ、届かないのか。これは同じ影締まりが。お前いつの間に。習得してくれば弟子入りを認める。得意なライトンを取り入れ変化させた真術眼としてな。へえ、生意気な野郎だ。助かったぞボルト。大筒木桃式思えるお前だが、できないようだな。ここまでするのに一体どれだけの。分かっているだろうが、行くぞ。言った通りになったな。変わらないだな。そうか。スラトンたちで立ってる。俺の勝ちだ。